エルンスト・フォン・マンスフェルトエルンスト・フォン・マンスフェルトは、ドイツの軍人、傭兵隊長。30年戦争初期に傭兵を率いて転戦する、一方で略奪を繰り返し、甲冑をまとった古事記の異名を取った。ネーデルラントの貴族で、スペイン領ネーデルラント総督も務めた、ベーター・エルンスト一世、フォン・マンスフェルトの息子として、ルクセンブルクで生まれた。 諸子であり領土相続が望めないため軍人としての道を歩み、ハプスブルク家に仕え、ハンガリーで戦った後は、サボヤ公カルロエマヌエール一世に雇われ、1618年にボヘミアでプロテスタントの反乱が起こり30年戦争が始まると、カルロエマヌエール一世によりプロテスタントの援軍としてボヘミアへ派遣された。しかし、1619年に チェスケーブジェヨビツェ新軍中にサブラートの戦いでカトリック軍に敗北してプラハへ撤退プファルツ戦帝公、フリードリヒゴセイがボヘミア王位を受諾するとボヘミア王位の約束を破られ憤慨したカルロエマヌエーレ一世に傭兵契約を打ち切られ代わりにフリードリヒゴセイと契約したが1620年に契約金が払えないフリードリヒゴセイを見限り契約を解除 フリードリヒ五世が、白山の戦いで敗れ、新生ローマ皇帝フェルディナント2世に、ボヘミア王位を追われ亡命した後もボヘミアに泊まった。同年に、ボヘミアから西へ転身して、アルザスへ向かったが、行く先々で略奪を観光して、農村や教会を燃やしたり、食料や金を奪ったりした。1622年、フリードリヒ五世と再契約して、クリスティアン・フォン・ブラウン・シュバイク・ボルフェン・ビュッテル。 バーデンドゥルラ派編境白、ゲオルク・フリードリヒとプロテスタント連合軍を結成したが、5月6日のビンプフェンの戦いで、ゲオルク・フリードリヒがティリー博率いるカトリック連盟軍に破られ、6月22日のヘイヒストの戦いで、マンスフェルトとブラウンシュバイクも撃破され、アルザスへ撤退、プファルツはティリーに制圧された。この後、オランダへ移り、 フリースラントに駐屯して略奪していたが、1624年にイングランドを訪問して、ロンドンで契約金を受け取り、再度カトリック軍と戦うことになった。1626年、クリスティアン及びデンマーク王クリスチャン4世と交流した後、マクデブルクに駐屯しているバレンシュタインを拘束しつつ、トランシルバニア皇ベトレンガーボルトの交流を目指したが、 事前に察知していたバレンシュタインに迎撃され大敗、シレジアへ逃亡したが、ベトレンが皇帝側と和睦したためシレジアにもいられなくなり、ベネツィアの援助を得るべくダルマジアを目指して、南下、途中のボスニアで死去した。病死とも暗殺とも言われている。軍人として卓抜した能力は持っていなかったが、軍隊編成に才能を発揮して幾度も戦闘を繰り返し、 ドイツで無差別に略奪を働きながら、雇い主を探し、カトリック教徒でありながら、プロテスタント陣営に属して戦った。マンスフェルトは略奪で軍隊を維持していたが、バレンシュタインは、軍隊維持の方法を略奪から徴税に切り替え、略奪を厳禁する一方で免除金を徴収、後の常備軍の先駆けとなった。菊池、P47、P51、P52。 ウェッジウッド、P86P95P99P116P131P137P141P143。菊池、P70P72P88P91。ウェッジウッド、P154P156P160P167P195P199P222P227。P 菊池 P86P87 ウェッジウッド P93P94 ありがとうございます。